演舞開演。どうも、本日はこちらカルビーのグラノーラ、美味しさザクザクを食べたいと思います。あ、こんなにもいろんな種類が入ってるみたいですね、これに。ではカルビー、こんな感じです。では食べてみたいと思います。いただきます。このザクザクたまりませんね。グラノーラ特有のあのザクザクとした食感にフルーツのほのかな酸味、甘みも加わって、口の中を一気に盛り立ててくれてとっても美味しいです。で、このまま食べてもいいのですが、せっかくなので先日のロイテリヨーグルトに入れてみたいと思います。ロイテリヨーグルトと一緒にいただきます。になることでヨーグルトのまろやかさに、さらにこのザクザク食感が加わって、2種の食感も楽しめて味もさらに引き立っています。もっと食べたくなりますが、1食あたりの目安量が 50g となっていますので、食べ過ぎはよくありますね。まあ普段から食べなくて自分が何言ってるのって感じもしますけど、なので今日はこのままにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。